グランドピアノの美しい音色が響き渡る公民館。気軽にピアノが弾けるという新たな試みが人気を呼んでいます。公民館利用促進キャンペーン第1弾として選ばれたのが今回の公民館でピアノを弾こうです。またとない機会に幅広い年齢層が利用しています。家のピアノよりも全然響くし綺麗な音ですごく楽しかったです。公民館で奏でられるピアノの音色に耳を澄ませます。船橋市には県内で2番目に多い26の公民館があり、年間を通して地域のニーズに応えたさまざまな事業の実施や各団体の活動の場として利用されています。親しみやすい公民館を目指して行われている公民館でピアノを弾こうをスタッフや利用者の声を交えてご紹介します。英会話に太極拳。各地域の公民館ではサークルや教室などさまざまな活動が行われています。ここはやっぱりみんな雰囲気がいいので居心地がいいのね。だからずっと続けられるっていうのがあると思います。普段出会わない方たちとお友達になれるっていうのは皆さん習いに来られる方のメリットかなと思いますね。地域づくりの拠点として大切な役割を持つ公民館。しかし近年利用者が減少傾向にあるといいます。公民館は、サークルと地域の団体に利用されているんですが、年々高齢化の影響で数が少なくなっています。公民館によっては部屋の予約が入りにくい曜日や時間帯がありまして、空いてしまったお部屋の有効活用が課題となっております。多くの人に利用してもらうため、さまざまな企画を立案した結果、始まったのが題して、公民館でピアノを弾こうです。公民館利用促進キャンペーンとして無料でピアノと部屋を貸し出すというもので、襟ヶ崎公民館をはじめ9箇所で実施されています。音楽は年代も国籍も関係ありません。で、音楽の街船橋であるからこそ、いつでもさまざまな場所でピアノを演奏する機会があったらいいな、そしてその音楽を通してまた新たに人と人とのつながりが作れたら嬉しいなと思って企画しました。個人の練習や自前の楽器などを持ち込んでセッションもできるというこの企画、各公民館ではさまざまな年代の人たちが利用していました。襟ヶ崎公民館の広い講堂で練習していたのは60代の女性です。これを蓋開けるともう響きが違いますよね。本当にここに響いてるんで自分でもびっくりしながら弾いてます。幼い頃に習っていましたが、長いブランクがあり、10年ほど前から練習を再開したといいます。船橋ってだいたいスポーツが盛んなんだけど、こういう文化も、ね、力を入れてくださるなと思って、姉がピアノの教師やってまして、で姉との連弾も考えてて、その時にぜひ利用したいなと思って。一方、北部公民館の音楽室では、82歳の男性が演奏しています。まあ、70過ぎて認知予防のためにぼつぼつやればいいじゃないかなと、そう思いながらピアノに触っていて、薬園台に教室があるんですけれど、
そこで先生に1ヶ月に2回ですか教えていただけるんですよ。この日は今月行われるというピアノの弾き合い会に参加するための練習だといいます。うちにはピアノがないもんですから弾かせていただけるというのは本当にありがたいなと思いまして申し込んだわけです。キーボードはあるんですけれどね、キーボードとやっぱピアノというのは全然違いますね。弾き合い会とかあるいはコンクールなんかにこの間も出たことはあるんですが、やっぱり自分にプレッシャーがかかるんですよね。今宿泊して練習しているところでございます。焼きがや公民館では発表会が目前に迫っているという小学生の女の子が練習に励んでいました。あんまり弾ける機会がないので嬉しいなと思いました。普段は電子ピアノで練習し、本番までグランドピアノを弾くことがほとんどないそうです。今までは本番の前とかにそのグランドピアノ弾きたかったらお金を払ってその会場に行って弾くっていう機会とかはあったんですけど、こう無料でとかっていうのは近いのでありがたいなって思いました。今後も何かこうあれば活用できたらいいなって思います。身近な公民館でのピアノ演奏、広い空間で臨場感を味わいながら楽しんでいました。今回の公民館でピアノを弾こうは期間限定で実施していますが、その後も部屋の有効活用を通して公民館の利用者を増やしていけるような企画を続けていきたいと思っております。響きを感じながら気持ちよく演奏する姿が印象的でした。引き続き公民館で行われるキャンペーンが楽しみですね。